富士屋ホテルとは神奈川県箱根町の宮の下温泉にある富士屋ホテル株式会社が経営する1878年創業の老舗ホテルである。現在は国際工業グループに属している。国道1号に面しており、年始の箱根駅伝中継では選手の位置関係を表現する際に使われることもある箱根のランドマーク的な存在。現存する本館は 東ハ府を取り入れた和洋石中の木造建築であり、明治の建築様式を現代に伝えている。創業者である山口千之助は、外国人の金を取るをもって、目的とすという言葉を残し、外国人を対象とした本格的なリゾートホテルを目指したという。古くは宿泊客に外国人が占める割合が高く、19世紀末に、 外国人専用ホテルに指定されたほか、戦後しばらくは連合国軍専用であった時期もあったこともあり、日本文化を伝える展示や工夫がされている。山口千之助は、箱根の発展に力を注ぎ、湿費で道路を開いたり、水力発電の会社も立ち上げた。三代目の山口正造は、乗り合いバスの運行も始めた。山口正造は、ホテルマンの育成にも力を注ぎ、 1930年、藤谷ホテルトレーニングスクールを立ち上げている。このスクールは山口昭蔵の死により途絶えたが、後に立教大学観光学科設立によりその意思が引き継がれている。昭和天皇や大国王、オーストリア皇太子などの皇族、王族が宿泊しているほか、ウィンストン・チャーチルやヘレン・ケラー、チャーリー・チャップリンなど、箱根を訪れる国内外の多くの著名人に、 愛用されている。また別館には、ジョン・レノンと小野陽子が滞留していたこともあり、ホテル内ツアーで宿泊した部屋を見学することができる。また、第二次世界大戦末期の1945年には、東京への連合国軍機による空襲を避けた、ドイツや満州国、中華民国などの同盟国の大使館員及び武漢などの宿舎としても使用された。 様々な出来事を乗り越えながらも19世紀から21世紀に至るまでほぼ春工当時の面影を残しながら営業を続けていたが2018年3月末から耐震改修工事で一時的に休業大浴場の設置や客室の改装を行い2020年7月15日にグランドオープンしたオーストリア皇太子一行 1893年英国高等領事、裁判所判事のモソップと香港、最高裁判所長官のマクレガー西洋館、食堂胸花御殿。ありがとうございます。